神風センセーションの天城さやです。やっぱりアイドル祭り、初めてそういう大会で結果を出せた、沖縄九州代表になれたことが一番印象に残りました。身長伸びました。あ、でもデビュー日のやつをビデオ見て、全然歌もダンスも発達していったなって思います。はい、もっと成長し続けたいし、いいところをどんどん増やしていきたいです。みんなにいろんな方に神風センセーションを見つけてもらえるように頑張りたいです。いつも応援ありがとうございます。大好きですよ、みんなさん大好き。神風センセーションの篠崎のぞみです。10月1日にデビューしました。篠崎は記憶力がないから、まず覚えるとこから大変だったし、馴染むのは別に大変じゃなかったけど、なんだろう、いろいろ大変でした。前に活動してたからよく思わない人もいるんじゃないかみたいな、いろいろ不安だったから、精神的にしんどかったです。売れたい、歌もダンスも下手だから、もっとね、なんて言ったらいいんだろう、歌が上手いメンバーとかダンスが上手いメンバーとかいるけど、篠崎はあんまりそういうパフォーマンスにいいとこがないから、なんかちゃんと上手になりたいです。パフォーマンス、ライブをね、成長させていきたいですよ。基本をちゃんとしたいです。気持ちを乗せるパフォーマンスが好きだから、元気を伝えるパフォーマンスをしたいです。これワンマンで流れるんですか？ついてきてくれてありがとうございます。これからも1周年めっちゃ気合い入れてきたけど、ここで燃え尽きず、これからもどんどん良くしていくから、楽しみにしててください。バイバー。神風センセーションの本田明日香です。病気になってしまったからです。風邪ってずっと思ってたんですけど、ある日突然風邪ひいた次の日、足が痛くなって、歩けないくらい痛くなったから、どうしたんだろうって思ってたけど、病気とは思ってなくて、痛みがひどくなったので入院するぐらい大きな病気になりました。入院することになったから、しばらく休まないといけなくなりました。体力が病気にかかる前よりものすごく落ちてるから、神戦始める前よりも体力が落ちてるから、すぐに疲れるし、練習も全部参加できないし、ステージも多分ちょっとしか自分の体力が持たないくらい体力が落ちてるから、ワンマンも少ししかステージに立てないけど、その少しを全力で頑張るので頑張ります。今は治りました。自分がすごく成長したって自分自身で思います。すごく自分が明るくなったと思うし、すごく笑えるようになったし、すごく自分に自信が持てるようになりました。体力をちゃんと戻して、ちゃんとステージ に長い間も立てるようになって、病気になる前よりももっとすごいパフォーマンスをできるようになりたいと思います。
今日は来てくれてありがとうございます。いつも亀仙のことを応援してくれてありがとうございます。ここまで頑張ってくれたのはみんなが応援してくれたからだと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。バイバイ。神風センセーションの小松あかりです。もともとはなんかアイドルっていうものに興味があったわけでもなかったし、そんなに関心とかもなかったんですけど、幼なじみの元メンバーの子が先に入って受けました。アイドルになりたかった理由ではなかったです。最初の方は何がしたいのかも分からなかったし、これからちゃんと続くのかなとか思ってたけど、1年続いてたし、いつの間にかだから自分でも知らないうちにライブすることとかみんなと会うことが好きになったんだなって思います。メンバーもいつも来てくれるみんなも性格とか考え方とか全然違うけど、ライブが始まったらみんな同じ空間を一緒に楽しめるライブができてるのが好きなところです。一般の人が考えるアイドルのイメージと曲とか歌とかダンスって違うと思うから、アイドルでもこういうことしてるんだよっていうのを見てほしいです。メンバーそれぞれデビューした時よりパフォーマンスだったりとか内面だったりとかいろいろいい意味で変われたと思うから、もっといっぱいたくさんの人に見てほしいし、グループとしてもっと大きいステージで出るようになりたいです。亀仙好きだけどなんか自分ができることがあんまり未だ分かってないし、このグループにいて何ができてるのかなっていうのがまだ分かってないから、そういうのを見つけたいです。自分で今までなんか自分のことを応援してくれる人とかそんな、まあ、普通に生活してたらいないし、自分の成長に気づいてくれてそれをなんか伝えてくれる存在ってすごくみんなにとっては何気ないかもしれないけど私は思ってるので、これからも亀仙と小松あかりをこれからも見ててほしいです。1周年ありがとうございます。バイバイ。神風センセーションの北崎なぎさです。隊員みんなと頑張ったのがちょっとずつ結果とかに出て楽しいことです。数学と理科、はい、得意なの国語、あ、漢文だいぶできるようになりました。神風センセーションはもっとたくさんの人に見てもらえるようにレベルアップすることが目標で、個人の目標は受験合格することです。ダンスはあのドンって飛ぶやつなんだっけあれ、ドンドンってやつです。ドンドン、あのあるんですけどね、名前がわかんないです。あとは R&B っていうジャンルがあるんですけど、それでうまく見せれるようになりたいです。もともと活動してたけどまた一からのスタート、ちょっと大丈夫かなみたいな不安最初あったけど、今はメンバーみんないるし自信もついてきたから、もっとたくさんの人に見てほしい。今日は来てくれてありがとうございます。1年で成長したのを今日思いっきりぶつけるので楽しんでてください。
小指何？いや、小指は…やだ、もう最後の話だ。
2018年1月世界は裏切りと悪意にあふれ、正義は失われたと言われた。理不尽な世の中を正しい者が勝つ世界を取り戻すため、5人の少女が立ち上がった。神風センセーション第2章、伝説は続いていく。